ビラード・インター・コンチネンタル・ワシントンは、ワシントン DC のホワイトハウスや、ナショナルモールの近くにある高級ホテルである。1850年に開業し、現在の12階建ての建物は1901年に建設されたものである。館内には、332の客室、名高いラウンドロビンバーなどの3つのレストラン、そして多くの宴会場や会議室がある。 ワシントンメトロのメトロセンター駅から2ブロックの距離にある。モーラーウィークス、アイア、ガイドツーザーアーキテクチャーオブワシントン、DC、2006、P133、ティンドル、スタンダードヒストリーオブザシティーオブワシントンフロム、エースタディーオブザ、オリジナルソーシズ、1914、P353 から354、ABC デンビー、 グランドホテルズリアリティイルージョン2004 P221 から222ありがとうございます。